今日も深夜連でございます。どうもこんばんは、ヒョクです。突然ですが皆さんに一つ聞きたいことがあります。皆さんハーモニカご存知でしょうか？ハーモニカというものはですね、ハーモニカなんですよ。こちらでございます。はい、Amazon で買いました。1800円しました。で、後々調べたらダイソーにも売ってるそうですね。はい、18個分買いますね。ハーモニカというものはですね、これを口に加えて息をふーって吹きかけると、あ、音色へと変わるんですよ。あ、その音色がですね、すごく素晴らしくてですね、さすが1800円、さすが1800円、大事なので2回言いました。要するにハーモニカは息を吹きかけると音に変わるわけですよ。音色へと変わるわけです。私はですね、最近レッスンをほぼ毎日しておりまして、深夜練習がだいたい週に3回ほどございます。そして今日もこの後深夜練でございます。で、今日の深夜練は軽音用の深夜練でして、バックダンサー4人の方ですね、4人ともプロのダンサーさんでして、そのダンサーさんと一緒にちょっとリハーサルと言いますか、まあ、レッスンと言いますか、練習をしているんですね、一緒に。そこで私はこの立証を思いつきました。ダンスレッスン中ハーモニカを加えても吹かなければバレない説。ありがとうございました。あ、もう勝った勝った、あ、もういけるいける、あ、勝った勝った勝った、ありがとうございます、ありがとうございます。もうエンディングでもいいくらい。つまりハーモニカさえ吹かなければバレないんですよ。それを今日早速プロのダンサー4人の目の前で実験していこうと思います。レッツ深夜練。バレるかな。ダンサー4人とも今休憩でちょっと外に出てるんですけども、いよいよ仕込もうと思います。ハーモニカ加えても吹かなければバレない説。ダンスレッスン中に。流します。やらせバーズ。あ、はい、超やりづらい。やらせバーズ超やりづらい。はい、ということで僕が実は練習中にハーモニカを超えてたことについていなかった。やばいやばいやばい、全然すごい、これはすごいわ。びっくりした、それは。全然知らなかった。これあれですか、Cうおー、みんな気づきました？もう全然気づかなかった。はい、今回の検証テーマはダンスレッスン中にハーモニカ加えても吹かなければバレない説。すごい、気づかなかった。怖い、うん、はい、最後にヒュガク本音を一言お願いします。全然気づいてました。ありがとうございました。